どうもこんにちは、たまじょうと申します。よろしくお願いします。これでやっていきましょう。今日なんですけれどもね、なんと宮古島にやってきております。はい、あの後ろがすごいアートがありまして、あの上にですね、宮古島大学駅伝ということで、こう2月11日にね開催された駅伝大会があるんですけど、今日はその次の日でございます。はい、で、この駅伝は、まあ、結構大学でガチガチであの勝負みたいな感じだったんですけど、今日はあのファンランイベントがあるということで、僕はそちらにね、ゲストで参加させていただくということでやってきました。はい、なんかね、今日は小学生とあと中学生、まあ、あと高校生が来て、僕1メートル対決したりだとか、 あとはなんかその走りながらクイズやって誰が勝つかとかで、最後に、マイルリレーっていうのもあるんで、ちょっとガチで頑張りたいなっていうところ で今日あとゲストで神野大地さんね、あの箱根駅伝ね、僕山の神の、大地さんが、来るんですけれども、神野さんもこうなんか陸上教室みたいにやられるんで、そこをね、あのちょっと一緒にあの僕も参加するんですけど、皆さんも見ていただいてということで、ちょっと大会っていうかこのイベントを盛り上げていきたいなと思います。それでは早速やっていきましょう。タムジョー YouTube、 先ほども名前が出てました山の神ね、神野大地さんです。お願いいたします。皆さんおはようございます。神野大地です。短い時間ですけど、普段僕がやってる、ランニング前のストレッチとか、速く走るためのコツなんかをみんなに伝授できればいいなというふうに思っています。よろしくお願いします。どうもこんにちは、たむじょーと申します。よろしくお願いします。やっていきましょう。皆さんおはようございます。めちゃめちゃ笑ってる。ありがとうございます。たむじょー YouTube ということで、ランニングかけるコメディの、動画を上げてるんですけど、はい、今日は皆さんと一緒に走れるということで、皆さん一緒に楽しみましょう。いきます。それでは早速やっていきましょう。よろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、よろしくお願いいたします。最初みんなでゆっくり一周走りたいと思います。小学生前行こうか。小学生前で、中学生後ろついてこようね。めちゃめちゃ前だ。いいよ。めちゃめちゃ前。ポン、スタート。じゃんけんゲームよろしいですよ。はいはい。じゃんけんが僕は分からないですよね。神野さんが陸上教室やってくださるということで。で、はい、誰か隣の人とじゃんけんします。グー。宮古島グーなの？グー。スタートするよ。よーい。オッケー。じゃんけん。やってくんないか。やろうかなみたいな感じだったじゃん。いよっしゃー、負けたら戻ってよ。負けたら戻るよ。1 2 3。まだ声出るよ。4、よーい、1 2 3。はい、オッケー。むずいよね。むずいけど、よーい、頑張ろう。おし、ナイスナイスナイス。よーい、シャドウ。うまい感じで。おいいよーい、シャドウ。はい、ということで今からなんと、企画としてですね、僕と、1000m 対決ということで、 1000m の企画ではもういっぱいやってるからね。はい、はい、みんな一緒にゴールしよう、みんなでね。さあ、始まりました。めっちゃフライングした。最初は、はい、なかなか差が縮まらないんですよ。はい、で小学生中学生も最初は早いんで、なるほど、どんどん週を増すごとにペース落ちるんで。いいペースだ、いいペースだ。ファイト。さあ一周通過。よし、タムジョー警戒です。さあタムジョー一周。62。タムジョー60秒。さあ残れるか、頑張れるか。タムジョー先頭、タムジョー先頭。同率ですね。だいたいタムジョーはね、2分40から50の間で走りました。このね、小学生めちゃくちゃ速いっすね。さあ皆さん、しっかり走り切って一組目終了です。よっしゃ、じゃあ小学生、中学生、一緒に走ってくれてありがとう、ありがとう。じゃあね、やっていきましょうポーズっていうのがあるので、最後それでやっていきたいと思います。これからも元気に頑張りましょう。それでは早速やっていきましょう。さあ
中学生とのガチ対決始まります。さあ始まりました。さあ宮古島のね中学生ですね。皆さんどんなタイムで走るでしょうか。かなり速い。これはタムジョ勝てるのでしょうか。さあ18秒後タムジョスタートです。おお、やばい、俺だ。さあちょっとね誤算でね少し早くスタートになりましたけれども、ちょうどいいぐらいのハンデになったと思います。中学生相当速いんでね。その差、タムジョーとの差が 100m もなくなってますね。さあ 400m 通過、中学生 400m 通過、ファイト頑張れ。 400m 通過、ファイトファイト。さあタムジョー後ろから来た。さあタムジョーここガチ勝負だ、頑張れ頑張れ。はい、400通過、59秒。さあ日本選手権のね 1500m の入りぐらいのペースでタムジョー走っています。タムジョーが追いかける、その差は 50m を切っている、逃げ切れるかな。さあ4人の集団をタムジョー抜きました。さあラスト、タムジョーが先頭の中学生抜くことはできるのでしょうか。先頭を行く永田、先頭に向かって走っております。残り 300m。 さあラスト300。さあ後ろからタムジョー迫ってきた。頑張れ、あと 250m。 頑張れ中学生、頑張れ仙徳、頑張れ。さあラスト200、ラスト200、頑張れ頑張れ頑張れ、ラスト。さあどうだ、さあどっちが勝つのか。さあ頑張ってついてけ、頑張れ。さあタム城ね抜きましたね。相当いいペースで走ってるんじゃないでしょうか。さあ中学生もね頑張ってほしいです。さあラスト 100m 切ってます。さあタムジョーはどんなペースで走っております。タムジョーガチですね、これに関しては。2分45秒今、早いぞ。2分51秒。さあタムジョー2分30秒台でのゴールですね。さあ中学生も2 分, 5 2分台で走りました。素晴らしい。3分1、2、3、ナイスランです。素晴らしいですね、ナイスラン。これはいいレースでした。どうだった、タムジョーの走り見てみて。早かった。みんな早かったですね。中学生も早かったですね。将来じゃあそういう早く走れるように頑張ってください。ありがとうございます。はい、頑張ってください。めっちゃ速い。めっちゃ速かった。あれより速いよ、あの走りより。あれ夜明けだよ、あ、夜明け。もっと速い、もっと速い、もっと速い。さあ頑張れ。宮古島にファミリーマートは何店あるでしょうか。どうだ。はい、行け。小学校クイズ。さあ玉城のクイズ。まるでありますように。どんなクイズが出たかわかんないですけど、とにかくね激ムズクイズです。もう一回バトンを忘れてしまってビリになってしまいました。はい、どうもありがとうありがとう。ゆうりちゃんへ。はい、すがはい、ということで、もうね次の種目が最後となります。1000m 2本走って、で今リレーのクイズのやつやったんですけど、最後がマイルリレーをやるということで、いけるかな。結構走ったよね。結構走りましたが、ガチで走ったからね。そうで、次ももう結構ガチなんで、ちょっとね応援が必要だなと思って、僕も結構体力的に今日もう来てるんで、はい、誰かの応援だったら頑張れるかなと思うんですよ、はいはい、で、あれ応援隊長をしてくださる方、あれ西村奈々子さんです。西村奈々子です。あれ今日来られてた感じなんですか。そうなんです、ネットリックさんの主催で来ていただきまして。
あー、そうだったんですね。あ、昨日もあれですもんね、宮古島駅伝やりましたもんね。そうなんです。はい、ちょっと結構今、はい、僕結構走ったんですよ、本数。いや、すごく大好きで、子供たちからずっとね、サインして求められてて。あー、本当ありがとうございます。じゃあ僕走るところをちょっと応援していただけたら嬉しいなと思うんですけど、いいんですか？みんなのこと。あ、まあ、みんな、なんで、今日は特に応援をお願いしたい。はい、じゃあ、今も集まるんで出てきます。応援お願いします。頑張りましょう。決めでお願いします。スタートしました。はい、小学生は 100m となっています。さあ、お姉さんお兄さんにバトンが渡ります。ビリだ。さあ、タムジョチームめっちゃビリ。アンカー勝負になってます。こっからごぼう抜きするのがね、タムジョの YouTube ですから、ね、タムジョ。さあ、マモル君チームが一番初めにバトンを渡した。さあ、マモル君最後まで守るか走ってる。いけ巻き返すことができるか。タムジョチーム、いけ、タムジョ。さあ、タムジョね、ここからどれくらいね、守るね、追いつくことができるでしょうか。後ろから白のチームが追いかけてるぞ。これはもうこの差は結構厳しいって感じだと思いますけど、タムジョのことですから、ゴールする頃には1位になってるんじゃないかと。さあ、ここでトップが、はい、思うんですが、もう少しでトップが来そうです。さあ、残りあと 100m。 守るくんが3位。守るくんが1位から3位になってます。さあ、タムジョが追いかけてきている。さあ、タムジョ、守るくんのことはできるのでしょうか。さあ、ラスト 100m。 さあ、1位は黄色チーム、2位が白チーム。守るくんお疲れ様です。さあ、最後タムジョ。タムジョ、タムジョ YouTube、 皆さんお疲れ様でした。ありがとうございます。今日楽しかったよって人、いや、全員上げてくださりありがとう、ありがとうございます。いや、僕もこの宮古島で一緒に走れてすごい楽しかったですし、一回来た時は結構ガチの練習だったんですけど、今日は皆さんと一緒に楽しめたということで、さらに宮古島が好きになりました。またね、次の機会あったら一緒に走れるのをすごい楽しみにしてますので、また皆さんその時までにぜひ来たいと思ってください。本日はありがとう、ありがとうございました。またよろしくお願いします。バイビー。ありがとうございます。ねっ、ここ撮ってます。この掛け声がありましたね。ここ撮ってます。はい、笑顔でいきましょう。笑顔で、はい、笑顔です。はい、笑って、ニコって笑って。タムジョー YouTube。 はい、ということでね、全部終了したぞということで、結構盛り上がってた感じなんじゃないですか。そうですね、はあ、盛り上がったのに加えて、うん、タムジョのガチ練習にもなったのかなっていう。そうなんすよ。ところで昨日ね、ハーフマラソンのゲストで、はい、まあ本気ではないんですけど走って、はい、で今日ね 1000m とか 400m とか結構走ったのでセット練みたいな、ね、バチバチのセット練になった、うん、感じだったんですけど、はい、でもこういうね、当初だったらきついじゃん、うんうん、だけど子供たちと走るってなったら、うんうん、そのきつさ忘れるから、はいはい、すごい終わってみていい練習だったなってなるけど、はい、走ってる時は全然楽しかったし、はい、はい、こういうイベントがなんかもっと増えたらね、うん、すごいいいなって思いました。子供たちもめちゃくちゃ喜んでくれて、本当ね、やっぱ嬉しいですね。そうですね、はい、もうチャンネル登録しますとかね言ってくださる方がいてめちゃめちゃ嬉しかったんで、これでね、なんかたくさんイベント行って、タムジョもっと知ってもらえるように頑張っていきたいなと思います。はい、ということで本日は宮古島のランニングイベントでした。皆さん見てくれてありがとう、ありがとう。次回もよろしく。バイビー。ありがとう、ありがとう。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。ではまた次回お会いしましょう。バイバーイ。